さくらのオリコン。むずいんだよなこれ。あのさくらが、ちなみに単体の性能も最強クラスです。マジで強い。これやばい。さくらはマジで強い。俺さくら使いたいもん。まず大価格、これバックジャンプからも出ます。でこれやって、これ表裏かけ、見えないでしょこんな。で小技から小剣で、そっからの置き攻めも神のような置き攻め入って、だ中足がねキャンセル効かない。小技からで八大剣、これやばい。あの差し返せるわけもない。中攻撃かってぐらいの振りの短さ。さくらはね、俺この時の声の方が好きです。ちょっと男らしいというかたくましい。めちゃ強い。であと極めつけはこれ振り子、発生3フレだったかな。まあ3フレでめくりも相当落とす。もうなんかもう近く来たらもうこれ押しとけばもう基本的に掴んねえっす。意味わかんないけど落とすの。もうこれ今のやばいだろマジで。やばいっしょ。勝手に振り向いてくれるし、行き過ぎたらもう大パンス勝ったら、え運悪って感じだったよ。運悪っつって。でこのキャラはあとは波動章、まあこれがね有利なんですね。有利でこれも春風脚、これ有利なんですね。これプラ3だったっけな。まあこれもうこれだけでもなんかもう相手悶絶なんですよ。無理なんですよこれ。無敵技出すしかないんですよ。で立ちショーパンがプラス7とか8なんで、これとかでも結構連打になる時もあるし、もうこれもうやばすぎ。春風脚やばすぎ。プラサンス立ち回り最強、固め最強、置き攻め最強クラスで、あの自家発電機能もある。でこれカラキャンすることによって、まあ一応カラキャンすることによってね、ゲージの回転率増やすことができて、まあ普通だとこんな感じのスピードなんですよ。これが大パンカラキャンとか中パンカラキャンとかにするとなんかやたら増えてないっていう。これで攻めざるを得なくなって、攻めたら全キャン春風脚が飛んでくるっていうクソキャラだし、あの中距離だったらダッチダイキックが強すぎて、もうそもそも地上戦になりませんっていう。あのサガットですらもうこの立ちダイキックが強すぎて、あの困ってましたからね。あのサガットさんですらもう、うん、この立ちダイキックっつってちょっと困ってましたから、激臭。あの地上戦の帝王サガットさんですらもうこの立ちダイキックだけはちょっとっていう。で、さくらがまあ一応こういう感じのキャラクター、まあ、中距離のね立ち回りがねこの以外はあんまり強くないっていうところで、何がこのキャラを底上げしたのかというと、オリコンです。むぜ。これまあ、ベガほどは減んないけど、まあ、かなり減る。で、これ、一応俺3ヒットとかにやっちゃってんだけど、本当は4ヒットか5ヒットの最大伸ばしをやると。あの、これ、小剣が結構うまさ出るんですよ、実はオリコンの。早い人は、簡易入力とかで早い人は、なんか、ショーって言うんですけど、上手い人は、ショーって。
4当てがロンチか。でこんなんで、こんなんでやるのがありましたね。さくらはね、まあかなり、まあ全キャンとかなければかなりいいキャラだったんじゃないかな。さくら声かっこよかった。ちょっと乾燥してみよう。敵ね、鬼年とどっちが、いや俺鬼年よりもこっちの方がむずいパターンもある。むずむずい。できねえ。いやちょっとミスったけど、多分9500ぐらいは持ってくと思う。まあ結構ミスる人多いっすよ。すごいっすよ、手元こんなんよ。まあ、さくらはこんな感じっす。で次何のキャラしよっかな。イオリが面白かったな。イオリはかなりいいキャラ。対戦相手からしたら相当クソキャラだけど、いいキャラ、俺好き、もう結構好きなキャラだった。立ち回りがね結構ピーキーなんですよね。あの小足青い花がすげえ優秀で、小足がめちゃめちゃ長いのよ。全体の性能は最強じゃない？多分。で、壊しから。